ハバーツさん、リーグ優勝のためにスパーズファンになってしまう。火曜日の夜、カイ・ハバーツ。僕はトッテナムの最大のファンになる。ハバーツ正直で草。こういうの素直に言う選手が好き。ハバーツがそう言うならしょうがない。ノースロンドンが城に統一されるのか。おそらく史上初めて全アーセナルサポーターがライバルのスパーズを応援する日になる。スパーズを応援するのはグーナーとしてどうかなと思ってたけど、ハバーツが公言してるし心置きなく応援できる。トッテナムマジで頼む。発言の一つ一つが面白すぎる。このしれっとおもろいこと言うやつの雰囲気エグいな。こいつほんまおもろいな。チェルシー、アーセナル、トッテナムロンドンならどこでもいいんかいな。こんなん言ったら余計にスパーズ負けてやろうって雰囲気になるやろ。